れて暮らす家族の様子を照明のオン・オフ操作でいつでも確認できる明かりで見守りサービス。この動画では機器の購入からサービスのご利用までの手順をご説明します。必要な機器などを確認しましょう。見守る方の接続にはクラブパナソニックの会員登録が必要です。明かりもプラスアプリをダウンロードしてください。 iOS または Android スマートフォン、タブレットの適用 OS をご確認ください。公式通販サイトで明かりで見守りサービスの契約が必要です。見守られる方の住まいには明かりで見守りサービス対応の照明器具が必要です。インターネット環境と無線 LAN ルーターが必要です。設置したい部屋に引っ掛けシーリングがあることをご確認ください。ご利用開始までの手順、お申し込みは簡単、5つのステップで完了します。ステップ1、見守る方は公式通販サイトにてシーリングライトとサービスのセットプランを購入。ご契約にはクラブパナソニック ID が必要です。 ID がない方はクラブパナソニックのウェブサイトで新規登録。ステップ2、購入したシーリングライトがご登録住所に届きます。ステップ3、照明器具の設置と設定をします。見守りたい方の住まいに行きましょう。ステップ4、購入したシーリングライトを見守りたい方の住まいに取り付けます。ステップ5、明かりもプラスアプリをインストールし照明器具と Wi-Fi の接続、見守り方の設定を行ってください。アプリのログインにはクラブパナソニック ID が必要です。 ID がない方はアプリからも新規登録できます。アプリ操作をより詳しく知りたい方は明かりもプラス設定方法ガイドの動画も参照ください。アプリの説明に沿って進めば照明器具と無線 LAN ルーターとの Wi-Fi 接続、明かりで見守りサービスの設定まで必要な設定をすべて完了できます。離れて暮らす家族の様子をさりげなく見守れる明かりで見守りサービスのご利用をぜひご検討ください。